こんにちは。シーカフェ福岡へようこそ。シーです。今回は福岡市の早良区南庄にある育野製パンというパン屋さんに行ってきました。こちらのパン屋さんは以前テレビで紹介されていて、1年前くらいにできたパン屋さんなんですけど、すごく気になっていたので今回行ってみました。ではまず先に店内の様子をご覧ください。はい、お店はとても小さい感じなんですけど、パンの種類が意外に結構たくさんありました。クリームパンとかメロンパン、あとは塩パンとか惣菜パンとかもあって、食パンとかもありました。結構いろいろな種類あったんですけど、比較的値段もとても安くて美味しそうなパンばかりでした。こちらサンドとかもあったり、ドリンクとかもありました。イートインスペースとかはなかったです。はい、ということで、今回8点購入しています。早速ご紹介していきたいと思います。こちらの育野製パンの口コミとかを見てると、人気商品がカレーパンとクリームパンが、とても人気で美味しかったですっていう情報を聞いていたので、今回はこちらの2点は買ってみて、あとは自分の気になるものを買ってみました。でまずこちらがカレーパンですね。カレーパンは種類が、カレーパンというか揚げているパンが3種類くらいありました。こちらが一応人気ナンバー1のカレーパンということで購入してみました。でこちらがクリームパンになります。すごい形が可愛い感じのクリームパンです。大きさはそこまで大きくない感じなんですけど、こちらも人気のパンということで購入してみました。で同じ形のもので、こちらあんパンですね。こちらも可愛らしい感じの形になっていて気になったので購入してみました。でこちらが、ピスタチオのクリームパンです。中にたっぷりピスタチオクリームが入ってて、パンがふわふわです。同じ形の感じでサンドされていたのがこちらのあんバターです。こちらも美味しそうだなと思ってつい買っちゃいました。でこちらがバターシナモンシュガーです。バターとシナモンっていうのがちょっと今までなかったかなって思うんですけど、気になったので購入してみました。私シナモンが大好きなので。こちらがちょっとインスタを見て気になってたレモンクリームパンです。爽やかな感じのパンだと思うので、とても食べるのが楽しみです。こちら最後、チョコチップメロンパンですね。キャラメルのメロンパンもありました。今回はチョコチップの方、この見た目がすごく美味しそうだなと思ったので買ってみました。メロンパンはあとアールグレーのメロンパンとか数種類メロンパンの種類もありました。本当にどれも美味しそうな感じのパンで、スイーツパンが基本的には多かったです。以上のこちらの8点、今から食べていきたいと思います。じゃあまずこちらのカレーパンいただきます。カレーパンは結構人気みたいで売り切れることもあるみたいです。でもう1個春雨だったかなが入った揚げパンも美味しいみたいな感じの情報もあったんですけど、とりあえず今回はカレーパンが人気ナンバー1ということでカレーパン購入してみました。生地がすごいもちもちしてます。パン屋さんによってカレーパンも全然違いますね。こちらの育野製パンはパンの生地がすごくふわふわな感じでもちっとした印象ですね。ではいただいてみます。美味しい。すごくこう周りはサクッとしてる感じなんですけど、このパンの生地がもちもちしていて、カレーはそこまで辛さはない感じのカレーです。お肉が分厚くてゴロゴロ入ってる感じです。美味しい。バターシナモンシュガーいただきます。これどんな感じなんでしょうか。上にたくさんシナモンシュガーがまぶされてます。中はそんなにも入ってない感じですね。いただきます。すごく食べやすい。バターの風味がしっかり伝わってきて、結構シュガーがたっぷりまぶされてるのでシナモン自体は強くない感じです。生地もすごく甘い。バターの風味が結構いいですね。あんパンいただこう。こちらのあんパン、これあんこがぎっしりたっぷり入ってます。王道のあんパンって感じです。味自体は美味しい。この上に乗ってるごまがしっかりまぶされてるのでいいアクセントになってます。最近あんバターしか買ってないので久々にあんパン食べたんですけど、やっぱりあんこ自体はしっかり感じれるので美味しいですね。こちらのレモンクリームパンいただきます。中にしっかりレモンクリームが挟まってます。いただきます。すっごい爽やか。レモンクリームなのでちゃんと甘さはあります。甘さはあるんですけどレモンクリームなので爽やか。これ美味しい。全体的にも値段は安かったです。食パンが有名みたいですね。こちらのクリームパン、このサイズ感がいいですね。で、朝8時からオープンしているので、手土産とかにもいいかもしれないです。いただきます。美味しい。こちらも王道のクリームパンって感じです。生地がとっても柔らかくて、中に入ってるクリームがしっかり甘くて、バニラビーンズとかも入ってる。見た目も可愛いっていうの結構大事ですよ。つい手に取ってしまいたくなるような可愛い見た目です。ではこちらの次、ピスタチオクリームパン。こちらも中にたっぷり入ってる。いただきます。ピスタチオクリームはすごくクリーミーな感じです。一つがすっごく軽いです。ペロッと食べれちゃいそうなんですけど、他にまだ食べるものがあるのでここまでにしときたいんですけど、すっごくふわふわです。じゃあそしてこちらのあんバター、結構バターが分厚めに入ってますね。ちょっといただいてみます。バターの風味が加わることによって、よりあんこの甘さを感じますね。やっぱ美味しい。こちらのバターシナモンシュガーも持ったんですけど、バターの風味が強めです。最後、こちらのチョコチップメロンパン、いただきます。キャラメルにしようかどうか迷ったんですけど、ちょっと今日の気分はチョコチップだったので、こちらにしてみました。やっぱこれだけチョコチップがすっごくまぶされてるので、チョコのちょっとこう焼けた感じの味がとっても美味しい。周りのクッキー生地はちょっと薄めな感じです。美味しい。ごちそうさまでした。ということで今回は福岡市早良区南庄にある福の製パンというパン屋さんをご紹介してきました。結構全体的には生地はふわふわな感じが多かったです。で、値段もだいたい100円200円台のもので、メロンパンの種類とこちらのパンの種類も結構いろいろありました。あとはサンドイッチとかもあったし、食パンの種類もライ麦とかが使われているような大きめのパンもありました。全体的にパンの大きさは小さめな感じでとても安くなっているので、手土産とかにもとてもおすすめです。こちらの育の製パンの営業時間は朝の8時から夜の6時になっております。パンがなくなり次第終了ということです。お会計も電子マネーとかカード決済ができるのでご安心ください。で、駐車場はですね、お店の隣に2台ほど置けるスペースがありました。駐輪場とかもあったので、地元の方が行かれるようなパン屋さんだとは思うんですけど、ぜひ早良区の方に行った際には立ち寄ってみてください。今回のこの動画を見て、育の製パンでとても可愛らしくて安くて美味しいパンを食べてみたいなと思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録やグッドボタンを押してくださると嬉しいです。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみに待っていてください。バイバーイ。